エリオット・タイラー・ジョンソンは、アメリカ合衆国、アリゾナ州サフォード出身のプロ野球選手、ウトーリョーダ、MLB ロサンゼルス・ドジャース参加所属。2002年6月29日にタンパベイ・デビル・レイズと契約。2008年に開幕ロースター入りを果たし、4月5日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャーデビュー。2013年2月12日に、 前年12月に行われたジェームズ・シールズやウィル・マイヤー・アズラが絡むトレードの後日発表選手としてカンザス・シティ・ロイヤルズに移籍した。2013年8月15日にディエフェとなり8月19日に解雇された。8月22日にウェーバーでアトランタ・ブレイブスへ移籍。移籍後は小樹類ュとして活躍した。オフの12月2日に FA となった。 2014年1月27日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。3月22日に、インディアンスとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。開幕後は7試合に出場したが、打率。105と結果を残せず、5月3日に、ディエフェとなった。5月8日に、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズへ降格した。 オフの10月に FA となった。2015年2月23日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、3月31日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースに移籍。ありがとうございます。